調子が悪い車、最終回ですね。今日は紅一点女性の方です。めっちゃ遠いところから来てくれました。お名前どうぞ。坂下です。俺がなぜ今回あなたを選んだかというと、いろんな人が応募してきた中で作文がうまかった。要するに、ドリフトをしているし、大会にも出たいと、で上を目指して走りたいとかっていう、そのこっちのなんかをこう掴めるような作文を書いてきたんで選んだんですけれども、皆さんもまたこういうことやるかもしれないけれども、やっぱなんか俺のハートを掴むような作文を書いてきてくれないとなかなかこう当選はしないと思います。そういった意味で、俺のなんかこうハートを掴んだのは彼女の作文が一番でした。ということで、今回はセッティングも今日中に全部やっちゃいますということで、まず調子悪いところを聞きたいです。はい、なんかこう結構満載だよね。そうですね、もともとからちょっと状態が悪かったんですよ、買った時から、エンジンブローもしとって、タービンブローもしとったんですよ、その状態で買って、でエンジンも乗せ替えて、タービンも結構ブロー軸折れっていうかね、4回ぐらい。13のタービンか。14タービンと、14タービン2機かな、で今これで約持ってるぐらいで、あとパルサータービン、要はタービンがブローしちゃう。そうですね。で今1号タービンにして、やっとブローせんくなったかなっていうぐらいなんで。なんか根本的に問題あるね。タービンが悪いわけじゃないような気がするんだけど、オイルの配管系が問題あるのかな。でこれ今タービン変えてどのぐらい経っちゃった？2年ぐらいですね。あ、じゃあ今回は結構持ってる。そうですね、全然もう断然持ってる。はい、でエンジンもそこそこ持ってるのね。そうですね、エンジンああストッパーがね、あんまりねロッカームストッパーって良くないんだよ。あ、そうなんですね。よし、じゃあその足回りだっけ。そうですね、足回りがコトコト言うのは、例えば車庫帳がコトコト言ってる場合とか、別に何かが緩んでるでコトコト言ってる場合は治るんだけれども、車庫帳に問題があったりする場合は、この倒立式っていうショックを使ってるんだけど、アウターとインナーのここの部分のスラストペダルっていうのがあるんだけど、そこから音が出てる場合はもうこれはもう修理しないと治らない、あとは13系よくあるのは、どうしてもボディが13の場合は弱いので柔らかいので、ねじれたりしてカチカチゴショゴショ、例えば縁石乗ったらもうバキッて言ったりするのはもうボディだからしょうがない。それはまあ補強するとかなんとかしなきゃいけないんだけども、なかなかそれも難しいので、ここにねこんな三角形のあるでしょ。はいはい、ああいうのをつけても随分変わる、だからそういう系をやるのが一番いいのかもしれないけれども、ちょこっとだけじゃあ今俺乗っかってくるんで、でまあ、どんな感じかを調べて、でそこから、この車も多分ものすごい足漏れじゃない、厚漏れ満載だと思うんで、厚漏れやって、圧縮測って、でインジェクターは、このタービンに合う
インジェクターは1号インジェクターなので、はい、それをうちで用意してあるからそれをつけて、はい、エアフローを変えて、はい、でセッティングして完了っていう流れです、はい、でこっちの都合で今日中にやりますただ忙しい、いや忙しいんじゃなくて明日関東モンスターの予選があることをしっかり忘れて大丈夫かな思ってとにかく今日中に仕上げますはい、ということです。はい、はい、今ちょっと試運転してきましたけど、低速での、段差での、音は全くしないのでショック系は問題なしで、高速系での段差をチェックしたんだけれども、まあうちのテストコースの段差ぐらいでは音がしないので、やはり多分ボディが縁石に乗った時とかにガキガキっていうのはボディのせいですね、音が出るのはね。13系はどうしても、俺の13もそうだけれどもフロント周りとか結構バキバキ言うんで、それは補強しなきゃ治らないことなので、今回はそれはちょっと、カットしますね。いつもの通りの作業から始めましょう。はい、アートラのあたりの配線、これそれじゃあやっちゃうよ、これね、今いたんですね。なんか仕切ってある遮熱板は、はい、あれは遮熱板じゃなくて、はい、増える熱板なんです、増熱板なんです。熱が溜まってしまうっていうより、あれを返してこっちに熱は来るんで、はいはい、あそこに断熱材を巻いて初めて遮熱をするんで、鉄板とかアルミの板でこう、遮熱板みたいについてるのは、はい、よくないというか、それでは遮熱はしてくれない、はい、そこでちゃんとした断熱材っていうものを貼り付けて初めて温度を下げてくれる。でもその辺ってもう80度90度あるんだよ。そうですね、結構熱い、うん、そうするとその配線がどんどんこう熱で温まったり冷めたり温まったり下げたりで硬くなってきて、はい、最終的にはパリパリパリ、そういうところもちゃんと断熱しないと走ってて最終的にあれ調子悪いぞってなった時にもうああいうところの線が壊れるとすげえややこしい、めんどくさくなる。マフラーは抜けがいい、関西風。なんでこれドロ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 言うの？直感で言うとドロドロ言うの？ステンのパイプだけで作る大容器なんですよ。ドロドロする。メハン走ってんのドロドロ言ってないやつないないじゃん。セッティングは確かにあるね。なんかちょっと違いますね。濃いめのセッティングだとドロドロ系になるよ、うん、薄いとなんかこうちょっと高い音とか、うん、かすれ音です。はーい、1まで上がりますね。はーい、
はい。はい、オッケーです。みんな1超えますね。4人とも1超えますね。はい、これがスケット入ってるの。はい、だそうです。ガスケットどこの？あ、透明。透明？透明の一点。いや、エンジンは全然問題ない。ガスケットから漏れてます。かなりの勢いよく漏れてるんで、これは修理しないとダメだ。作業しましょう。
んな感じ。これで65から80杯の池パイプが完了。はーい。データが入ったロムに今コンピューターに変えてエンジンがかかったところです。これから暖気して、点火時期を見てそれでちょこっと走ってきます。
わりました。ということでですね、この車は最初からセッティングも、やることになってたので、全部完了しました。見事に雨も降らずにドライの状態でセットもできたので、完璧に仕上がったと思います。まず本人は足回りがどうのこうのっていうふうに思ってたんだけれども、足回りはそんなにダメではなくて、結果的には、あちこちエアが漏れてた。でなおかつ、点火時期も5度も遅れてた。なおかつ燃料ポンプのレジスターが直結にしてなかったので、多分すごい薄かったと思います。この状態で、長く走らないで、ヤシオファクトリーに来たのは大正解だったと思います。ということで、インジェクターも1号の480のインジェクターをつけて、セットアップして、だいたいコンマ9、1キロからコンマ9ぐらいのところでセットアップしたんですけれども、さっきちょっと彼女を乗せました。どうでしたか？全然違う車でした、ね、いやそれじゃちょっとダメなんだもっと表現をちゃんと言ってよ、作文書いてきたんだから何が違う？まずパワーの出方が全然違いますね。はじめはもっとなんかたるい感じだったんですけど、すごいなんかレスポンスもよく、そうだね、はい、上がって、まあ、そのレスポンスが良くなったとか、なんだとかっていうのも、決して役所ファクトリーがすごいわけじゃなくて、単純に5度遅れてたんで、それで相当パワーを食われてた部分があって、それが元に戻ったから、それと、そのコンピューターのセッティングということで、役所ファクトリーは意外と薄いセットアップなんで、まあ薄いのでレスポンスも良くなるということで、ドリフトに使うそのグッっていう書き出す力の、3500から5500ぐらいまでのトルクがすごい上がってるので、今までよりもなんかすげえ楽にドリフトできるようになると思います。ということでですね、来たの何時だっけ、10時ぐらいだよね、来たのね。今5時40分ですけれども、完成してこれから帰れるように見事になりました。美北メインに走ってるんですか？そうです。じゃあ大会目指して頑張ってください。頑張ります。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、どうも。どうでしたか？今回も実に素晴らしかったと思いますけれども、さすがにやっぱり 13K ってあっちこっちダメなところが多くて、まあやる方としてはやりがいがありましたね。ということでですね、今回でこの調子の悪い車企画は終わりますけれども、またね、本当に4万登録者数になったんで、今度はもうまた何万かでこういうことやろうかなと思ってます。で、今回で6台やったんですけれども、この女の人やっぱね偉い、ちゃんとねメールが来た。助手席に乗った時と自分が運転した時の違いを、自分が運転したらもっと違いに驚いてびっくりして本当に喜んでくれてました。はい、ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。疲れた。